この時はですね、後遺症と分からないで、何か炎症か何かと思って、みんな森の方にですね、この飛行機が来てからバラバラバラしたから、うん、見に行く人がいたんですよ。昼頃だね。空襲と分かったから海岸沿いの郷に行きよったんですよ。2、3日ぐらいいたんじゃないですかね。家に行ってご飯作ってきて持ってきたり、芋を炊いて持ってきたり、晩は帰って朝来よったかね、はっきりしてないね。この島にいたら危ないからということで本島に渡っていたんですね。元部、戸口とか泉とか、はい、私は他の人と知り合いの人と一緒についてから五ヶ山の方に避難したわけですよ。元部の泉の方の人の家に、この家空いていたのかな、4、8名ぐらいこの家にみんな住んでいたんだけど、姉たちも本土だったから、妹も南洋だったから、親と一緒に意見ありました。夜はこの家に泊まってですね、はい、朝なると山に行きよった。米兵が上陸した3日目ぐらいだったと思いますね。もうあまり弾の音が聞こえるんですよ。バラバラするのが聞こえて、照明弾もあれするし、もうこっちにいたら危ないからということで、夜中歩いてから、そこに渡ろうとって歩いていたんですよ。夜中バタバタバタして歩いてる時に、戸口の町の真ん中、十字路の方来た時に、みんなが足音聞こえるさね。米兵は兵隊と間違ったんじゃない、足音がバタバタしてるもんだから、バラバラと弾来たわけですよ。この来た弾がこっち私に当たったわけですよ。その時に二人はそのままこっちに死んで、してまた私はまた足をこっちからこっち側に貫通されて、バタッと倒れたもんだから死んだと思って、もう死んだなと思って起きなかったんですよ。で頭上げたら、はい大丈夫だと言ってして、立とうとしたらですね、この足がバタッと倒れるんですよ。もう私はまた足切れてると思ったんですよ。触ったら足はある、触ったら血がプン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 してるんですよ。血がプンプンプンしてたもんだから、つけてる獣の袖を引き破ってからこうしてくぐったんですよ。ほんと縛って、だから血が出るのを止まって、山に近いところまで行ってから山に入ったんですよ。その時はみんなバラバラになって、もうあと残ったのは3名だけですね。3名だけ残って歩いていたのに、この2人は足が大丈夫だからバタバタと歩くんですよ。動けなくて、2人は先になって行ってから、私が見えないもんだから呼ぶんですよ。呼ぶの声を聞こえたんで、私返事しなかったんですよ。この人たちまで犠牲にさせたら大変だということで、自分はもうそのままでいいからと思ってですね、座っていて、で座っていたら身を開けて飛行機がブーブーして飛んでるもんだから、こっちでは行けないということで、山の中に入り込んで、朝夜明けに座ったから、だいたいアメリカ兵に見られたのが2時後かな。アメリカの兵隊が来てから10名ぐらいこうして来よったのに、一人の人が私見てから、出てこいと言うもんだから、うち出ないと言ったから、銃向けるんですよ、やるよと言って。でも銃向けよったから、また張ってから、でちょっと広いところに出てきたもんだから、今度はまた傷見せたんですよ。薬つけて包帯も巻いてですね、立派にしてくれたんですよ。それでまたうちの子供に水筒の水を飲ましなさいと言うから、うちが飲まさんと言ったから、自分が飲んでから大丈夫だから飲ましなさいと言うから、この子飲ましたからコン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 飲むんですよね。そしてまたしばらくしたらまたお菓子出すんですよ。お菓子もまた自分らが食べてから大丈夫だからということで、でまたこの子食べさせたんですよ。でしばらくしたらカバー持ってきて、これに乗りなさいと言うから、おちまたこれに乗ってから捨てに行くんだなと思ったわけですよ。もうどうしてこうしてこれたちに捨てられないからと思って、乗ったら何名かで担いで、でまたちょっとしたらまた2人がまた単管持ってきてるんですよ。崖のを通るときに今投げるかねと思って、したらこうして単管に担いで連れて行ってから、大通り行ったらジープが止まってるんですよ。ジープが止まっているもんだから、でまた先ほどのおばあちゃんもこのアメリカ人に連れてきてから
このおばあちゃんが私に、もうあんた一人じゃないから二人だから諦めようねとわけよ。このおばあちゃんがいなければ私自分に一人だったら旅行に行ったはずよ。このおばあちゃんに慰められて名古屋まで来たわけ。